その知名度あるから売れるとかじゃなくて、普通のじゃあ、ね、何もしなくてデザイン系が好きで服が好きで、じゃあその服の会社立ち上げて自分だけのブランド立ち上げてそれ成功する人っているじゃん。じゃあ最初そのブランドの服ってどうやったら成功してるの、みんなデザインがいいから成功するのか、りんちゃんありがとね、おいしょ、猫ちゃんありがとね。やだよ。あ、アリさんもありがとう、お茶会おいしょ、ありがとうございます。知名度